どうもワニです。そしてこちらはウズラですね。爬虫類とか猛禽類の餌用で販売されている親ウズラというね、まあ、アダルトのウズラです。今日はこちらを我が家のペットに与えていこうと思います。与えるのはこちら、我が家で飼育している巨大ワニガメ、またこいつです。こいつだったら親ウズラぐらい人の身にしちゃうんじゃないかな。おい、どうぞ。すげえ、本当に一口だ。あら、離しちゃった。でも拾って。よく噛んで食べてますね。人飲みできるサイズのはずですけどね。話しちゃった。どうした？なんか食べづらいんかな。やっぱヒナとかよりはね、羽が大きく発達してるんで、それがちょっと引っかかって食べづらいとかはあるかもしれないですね。でもやっぱりヒナとかよりもね、体の中に栄養がたっぷり入ってますんでね。餌用のよく売られてるヒヨコとかヒナウズラってまだ本当に生まれたてのやつなんで、餌とか一回も食べてない子たちなんですよね。体の中に生まれた当初の卵の黄身みたいな栄養が入ってるだけのやつで、それだとちょっと栄養がね足んなかったりすることもあります。こうやってね成長したもう親ウズラであれば、もう完全に餌を食べて自分で大きくなった鳥なんで、体の中に必要な栄養がしっかりと入っています。やたらよく噛んで食べてるな。なんか気になるんでしょうかね。普段こんなになんか毛がついたものを与えられることがないから、毛が気になるのかな。バキバキと骨が折れる音が聞こえますね。見づらいところで食べてます。やっぱりちょっと羽が引っかかって邪魔な感じがしてるのかな。それでも食べれないことはないサイズだと思うんですけどね。はい、2匹目。またよく噛んでますね。3匹目。食べようとしないな。あんまり美味しくないのかな。なんか食いつきが良くないですね。ワニガメがいらなそうなんでワニに与えてみます。もう噛んですぐ離しちゃいましたね。ワニ的にもいらないみたい。試しにもう一匹与えてみますが、噛まない。もう目もつぶっちゃってあからさまに嫌がってますね。空腹のメスが飛び込んできましたが、ゆるくキャッチしました。食べるのかな。しばらく加えたまま固まってましたけど、まあ後々食べてました。ただあんまり美味しそうには食べてなかったですね。また火を置いてお腹の空いたワニガメにウズラを与えてみたところ、
ちゃんと加えてくれます。うん、ちゃんと食べてはくれますね。加えてそのまま動いて隅っこの方に行って、また食べづらい食べ物だから安心できる場所、隅っこで食べたいんですかね。もう顔が見えない位置で喉の動きを見ると飲んでくれたようです。2匹目、ちょっとゆっくりだけど食べようとはしてくれますね。また隅っこで隠れて、飲み込んでくれました。という感じで今回は、まあ、主にワニガメに親うずら与えてみました。一応このサイズのワニガメだったら親うずらも丸飲みできちゃいますね。あんまり好きじゃなさそうだったんで、うずらってあんま美味しくないのかもしれませんね。また今後もこちらのワニガメに他の餌やりする動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。